ドンキホーテは欧州宇宙機関が開発する探査機計画である。宇宙機を小惑星にぶつけ、地球に向かう小惑星の軌道を変えることができるか否かを検証することを目的とする。オービターは7年間保つように設計されている。打ち上げは2013年か2015年を目標としている。ミッションは直径500メートルほどの小さい小惑星上で。 作戦を実行する2機の宇宙機で構成される。宇宙機はベガロケットとスター48によって打ち上げられる。欧州宇宙機構は2つのシナリオを用意していると言われている。1つ目は科学推進システムを用いるもので、もう1つは電子推進システムを用いるものである。前者では 2003SM84、後者ではアポフィスを目的地とする。 オービター上の機器は、ミッションの成功に、不可欠なものとミッションの目的以上を目指すものに、大別される。主要な機器は、ラジオサイエンスエクスペリメント、オービターカメラ、イメージングレーザー、アルティマターやライターである。ミッションの目的以上を目指すものとしては、IR スペクトロメータ、サーマル IR イメージャー、X、レイスペクトロメータ、ラディエーションモニターがある。 一般の宇宙機と異なり、ヒダルゴの最終的な目標は、小惑星にできるだけ大きい質量を届けることである。このために、推進モジュールは使用後も登記されない。ヒダルゴは、できるだけコストを抑え、また操作しやすくするため、サブシステムはほとんど積んでいない。太陽電池パネル等の推進機関も持っておらず、方向修正等には、姿勢制御システムのスラスタのみを用いる。また、 衝突部位を50メートル以下の正確さで確認できる高解像度のカメラを積んでいる LISA パスファインダーが設計初期の参考にされた。当初、欧州宇宙機構は2つの地球近傍小惑星20284と 1989ML が目的地の候補として選ばれたが、どちらも地球に対する脅威ではなかった。その後、2つの別の候補として、 アモール族の 2003SM84 とアポフィスが選ばれた。後者は2029年から2036年に地球に非常に接近すると計算されている。このミッションはスペインの小説家、ミゲルデセルバンテスが表した小説、ドンキホーテの主人公で、風車を巨人と間違えて立ち向かった騎士の名前にちなんでいる。ドンキホーテのように宇宙機ヒダルゴは、 自身よりずっと大きな天体にぶつかっていく。サンチョは、ドンキホーテの従者サンチョパンサの名前に由来する。彼は後方に泊まり、安全な場所から眺めるのを好んだが、この宇宙機に課せられた役割に一致している。ありがとうございます。